結構軽いですね。最近すごく本が読みたいんですけど、物理的なこういうこう本って買わなくなっちゃったんですよね。全部電子書籍で、なんでかっていうと、まあ物理本って場所を取るんですよね。一つはたくさん集めていくと場所を取る、あと重い、あと劣化するっていうところで、まあもう物理本はいいでしょうっていうところで、必要最低限に抑えて、ほぼほぼその物理本というものをもう買わなくなってるんですね。で、何を使ってるかっていうと Kindle、 手ぶらで出かけたいなって思った時に iPhone ポケットに入れておけば、まあ本読めるんですよね。でそれがすごくいいなって思ったんですけど、最近はちょっと iPhone でも飽きたらなくなってきて、理由は4つぐらいあるんですけど、1つ目がこれ液晶画面なんですよ。テレビでもパソコンでも携帯でもとにかく液晶画面ばっかり見てるわけじゃないですか。それでもう目が疲れてきちゃって、なるべくこう本を読んでる時ぐらいは目を休ませたいというか、液晶を見たくない、ギラギラしてくる液晶を見たくないっていうのと、あと iPhone で本読もうと思うと通知がいっぱい来るんですよね。 LINE とかニュースとかメールが来ましたとか。でそういうのって読んでる時にはもちろん画面上で邪魔ですし、気になってこう対応したくなっちゃうんですよね。返信とかしたくなっちゃう。本ってある程度まとまった時間集中して読みたいっていう部分もあるし、そうじゃないと効率悪いじゃないですか。でそれが嫌だ。で3つ目がやっぱ画面が小さい。この画面は小さいです。正直画面が小さいってことは表示できる文字の量が少ないってことで、画面をこうページ移動する回数が増えてくるのはまどろっこしい。で最後がバッテリー消費。やっぱり iPhone って電話じゃないですか。で電話の主目的って電話をすることと、あとまあ LINE とかメールとかインターネットをすることだと思うんですけど、本を読んじゃうと結局長時間ディスプレイをつけっぱなしにしとくわけなんで、電池消費がすごいことになってくるってなってくると、そのいざ例えばメールしたい電話したい、急に連絡しなきゃいけないことが出たりとかした時に充電がないということになってくるわけですよね。まあ前置き長くなりましたけど、Amazon でございます。相変わらずの過剰放送。はい、Kindle です。 Kindle を買いました。電子ペーパー型の電子書籍リーダーのブランドですよね、これは。はい、出ました。はい、Kindle です。箱がちょっとかっこいい、結構軽いですね。これがまあ本体です。マイクロ USB のケーブルが1本入ってます。AC アダプターは付いてません。まあ基本的にパソコンに挿して充電しようってことですよね。さっき言ったみたいな理由があって、やっぱりこう電子書籍を電子ペーパーで読みたい、あるいは専用の端末が欲しいっていうところで Kindle 買ってみました。今現在 Amazon で購入できる電子書籍リーダーとしての Kindle には、一応電子ペーパーモデルで3種類あって、最安モデルがこの Kindle で、もう一個、Kindle ペーパーホワイトってのと、あと Kindle ボヤージュ、 Kindle ボヤージュか、まあ、Kindle ボイジか、まあ、ボイジが英語でボヤージュがフランス語なんですけど、 Kindle、 Kindle ペーパーホワイト、 Kindle ボヤージュっていう、まあ、3種類があるわけですね。 Kindle っていうのは一番安いモデルになります。まず最初に言っとくと、今言った3モデル全部キャンペーン情報ありモデルとなしモデルっていうのがあって、結局何かっていうと Amazon Kindle Store のキャンペーン情報、セール情報とかが出てくるか出てこないか、つまりセール情報を表示する代わりに端末代が約2000円安くなるっていう形で、キャンペーン情報ありモデルかなしモデルっていうのが選べて、これはキャンペーン情報ありモデルを買いました。で、今見て3モデル何が違うかっていうと、モデルで言うと一番まあ高性能なものが Kindle Voyage になるんですけど、値段も今言った順に Kindle、Kindle Paper White、Kindle Voyage っていう順で高くなっていきます。だいたいこれが7000円ぐらい、 Paper White が1万円ちょっとで、Voyage になってくると2万円から2万円前半台。何が違うかっていうと、一番違うと思うのはやっぱり画面解像度ですかね。この無印 Kindle が 161ppi、 Paper White が多分200ちょい ppi で、一番最上位モデルのボヤージュが 300ppi ってことで、やっぱり値段が高い方が解像度が高い、結局文字読む時にキメが細かいっていう違いがありますね。一応まあペーパーホワイトはミドルなんですけど一番重いんですね、この中では。でボヤージュの方は一番小さくて一番軽いんですけど、こいつと比べると 1.5mm 薄くて 30g 軽いって感じです。まあその程度の違い。この Kindle っていうのはエントリーモデルってやつでして、ペーパーホワイトとボヤージュには2つ特徴があって、まずフロントライトがついてる。暗いとこでも読めるように自分で発光するようにできてるんですね。
あと 3G モデルがある。最初に5000円多く端末代払うと永久に 無料 3G が使える。それはなんか別にブラウジングができるとかじゃなくて、例えば Amazon Kindle Store で買い物するときに使えるとか、 Wikipedia 見るときに使えるとか、そういう形らしいんですけど、まあ無料 3G モデルがまあラインナップとしてあるっていうところで、その2つは差別化されてますね。で、まあこの Kindle 無印には 3G モデルはありません。これは Wi-Fi モデルのみで、キャンペーン情報ありかキャンペーン情報なしだけ選べます。底面に電源ボタンついてる。あ、来ましたね。言語選択、Wi-Fi 来ました。 Wi-Fi 接続、Kindle の登録ですね。既存の Amazon アカウントか新規作成かで既存でいきます。ソーシャルメディアリンク、 Facebook、Twitter アカウント登録しようって出てきたんですけど、これはまあいらないから後で接続にします。で、チュートリアル始まりました。はい、Kindle セットアップが完了しました。で、これからまあこれに電子書籍とか、まあすでに購入してあるものをたくさん入れて読んでいこうと思うんですけど、30日無償返金プランみたいなのがあって、30日間使ってみて納得できなかったら全額返金しますよみたいなキャンペーンやってるので、とりあえず30日ぐらい、まあ、使ってみて、でどういう風にハマってくるかっていうところを見ながらやってみたいと思います。はい、それでは、Amazon の Kindle 開封動画でございました。失礼します。